心勝利をつかむことができるのか。それでは参りましょう。波動ファイト。いきなり張ってきましたね。はい、さあゴナ東京は2壁ですね。そうですね。でも和心は1壁でもう2枚使っちゃってますね。はい、はい、あの相手のパラメータが分かる前にもう張ってた1枚、ね、はい、このシールドのペースが今後どう影響してくるかがちょっと注目ですね。さあ和心の、シールドはもう1枚、もう1枚。さあ対するゴナ東京、硬いシールドあと5枚。そうですね、まだ1人も使ってない、すぐ選手が使ってないんで、ここで1枚貼ってきましたけど、さあここからそうですね、ただアタッカーの数は和心の方が有利なんで、まあ、いかにこう避けきれるかというところですよね。はい、そうですね、はい、で和心としてはまあ割り切って勝負に出るのか、神さんが前に出て体格を狙ってみるのかっていうか、はい、ラスト20秒避ける避ける0対0。硬い壁は全て使いました、はい、この東京。さあここから